こんにちは、シンです。今、のっぽろ森林公園に来ています。なぜここに来ているかというと、北海道100年記念塔の解体工事が明日から工事の準備が始まるので、もう一度見ておこうと思いカメラを持ってやってきました。天気が良くて良かった。多くの人がカメラを持って来てますね。北海道100年記念塔は1968年に北海道100年記念事業の一環として着工された、高さ100メートルの記念塔。1971年から一般公開され、8階には無料で利用できる展望室があります。建物の老朽化で取り壊しが決まりました。残念です。はい、よろしくお願いします。チキンカツとダニ定食。
多くの学校が立ち並ぶ学生街の町、江別市文教台にある大浅駅前で、安くてボリュームある大人気のお店、ゆったりと快適に食事を楽しめるお店。そんなレストラン時間さんのご紹介でした。北海道をドライブしながら美味しいグルメを紹介しています。楽しんでいただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。